娘のユナです。私から皆さんに言っておきたいことがあります。事故で急逝した夫の葬儀中、夫の連れ子であるユナが突然マイクの前に立った。どよめく会場、混乱するスタッフと参列者。どれも気にしないというふうにユナは私を指さし、憎しみのこもった声で叫んだ。パパはあんたのこと、都合のいい家政婦だと思ってたのよ。私だって母親だと思ったことはない。私は突然の出来事に本当に娘が放った言葉なのか疑った。何度も言われた言葉を頭の中で繰り返すが、理解するのを拒否しているように脳が正常に働かない。ユナに何か憎いと思われるようなことをしてしまったんだろうか。今までそんな素振りはなかった。血はつながっていなくても親子としてうまくやってきたつもりだったのに。時間が経つにつれ、先ほどの言葉が心に刺さり、胸が潰れるような思いがする。もはや話し合いで解決できないほど、私への嫌悪感は増幅してしまったように見えた。ユナは私が黙っている間も、スタッフになだめられながら私を見下し、バカにするような発言を繰り返している。私は夫とした約束を思い出し、ある決意を持って、ユナへ言葉をかけた。強く生きてね。これから何があっても。その言葉に、ユナはきょとんとした顔をする。わけがわからないといった顔をするユナに、私はもう一度繰り返した。何があっても、ね。私、あゆみは、パートをしながら娘と夫とマンションで3人仲良く暮らしている。今日はパートが休みの日なので、家事を終わらせた後、私は家でゆっくりと一人の時間を過ごすことにした。自宅のソファーでコーヒーを飲みながら、ふと旅行に行った時の家族3人の写真立てが目に入る。そしてそのまま、なんとなくユージと出会った時のことを思い出した。夫であるユージと結婚したのは、今から7年前のことだ。私が仕事で外回りをしていた時、書類を落としてしまったのを拾ってくれたのが出会いだった。書類を拾う私が目に入っているものの、誰も手伝う気配はない中、真っ先に駆け寄ってきて心配しながら一緒に書類を拾ってくれた姿は今でもよく覚えている。ユージとは会社が近く、仕事帰りや昼休憩に顔を合わせると会釈する仲になり、次第にどちらともなく会話を交わすようになった。ユージは私より年上だったが、少年心のある大人だ。快活で明るく、何事にもまっすぐな姿に、私は会うたび惹かれていった。いつしか連絡先を交換し、やがて約束を取り付けて会うようになる。私にとって嬉しいことだったが、関係を進めるにあたって、一つ気になることがあった。ユージには子供がいたのだ。二人で会うようになってからしばらくした頃、子供がいると切り出してきた。子供は今小学校の高学年で女の子だという。前妻とはまだ子供が幼い頃に死別しており、そのままユージが子供を引き取ることになった。そして今までは男で一つで子供を育ててきたとのこと。ユージは私と再婚したいと言ってくれており、子供とも会ってほしいと頼まれた。私は一人っ子なので姪や甥などはいないし、親戚に小さい子供もいない。子供との関わりがほとんどないので、接し方というのがまるでわからない。だが、ユージと家庭を持つことを諦められず、私はユージの子供であるユーナに会うことにした。顔を合わせる前、ユージはユーナがどういう子なのかを話してくれた。以前二人で旅行に行った時の写真も一緒に見せてくれ、そこには可愛らしいリボンをつけた笑顔の子供と、慈愛に満ちたユージが写っている。かわいいわね、すごく楽しそう。かわいいんだけど甘やかしすぎて最近ちょっと困ってるんだよね。ユージは母親のいないユーナをかわいそうに思い、欲しいものは何でも買い与えたり、望みがあれば多少無理をしてでも叶えてあげているという。父親に存分に甘やかされたユーナは少しわがまま気質なところがあり、それが原因で友達ともたまに喧嘩になるのだそう。そんな親子の関係を微笑ましいと思う反面、
子供との関わりが薄い私に親が務まるのかという不安がよぎる。だが裕二さえそばにいてくれれば何があっても乗り越えられるだろう。眉毛を下げながら困ったように笑う裕二を見て、わずかに残った不安をかき消した。そしてその1週間後、初めて優奈に会う日となった。場所は動物園。決め手は優奈が大好きな場所だからだ。昼前に現地集合の予定だったので、私は約束時間の5分前に到着し、入り口の前で2人を待った。約束の時間を15分過ぎた頃、子供の泣き声が聞こえてきたとともに、遠くから裕二が女の子を抱っこしながら走っている。遅れてごめん。暑かったよね。大丈夫？謝る裕二の額にも汗が浮かんでいる。未だに泣きながら腕の中で暴れている女の子が優奈だった。挨拶しようにもすごい泣きようだったので、ひとまず落ち着いてもらうことにする。優奈、帽子ならここにあるだろう。今日はこれで我慢してくれよ。やだやだやだ、パンダさんの帽子がよかったの。親子の会話を聞いていると、どうやら優奈のかぶりたかった帽子が洗濯中で用意できなかったようだ。代わりの帽子を裕二が用意したが、パンダの帽子じゃないと気が済まないらしい。そのことで朝から揉めてしまい、待ち合わせに遅れたとのことだった。優奈ちゃん、帽子なら私が動物園のお店で買ってあげる。中へ入ろう。私が優奈の手を引くと、まだ涙は流しているが大声を出すのはやめてくれた。裕二がほっとした顔をしたことに私も安心し、そのまま3人手をつないで園内へと入る。その日一日過ごしてみた優奈への印象は、正直に言えばわがままだった。気に入らないことがあれば癇癪を起こし、欲しいものが買ってもらえないとその場でしゃがみ込み、裕二が諦めて買うまでその場を動こうとしない。暑くては泣き、目的の動物が不在だと叫んで怒る。小学生でこれは普通じゃないのでは。私は優奈のわがままなところを見るたびにそう思ったが、わがままな時を除けば優奈はとても可愛らしく、裕二に似て明るい子供だった。優奈はパンダが大好きなようで、言われてみれば靴下やカバンもすべてパンダだった。お目当ての動物がいるエリアまで行くと、先ほどまで号泣していたのが嘘だったかのようにとびきりの笑顔を見せてくれる。裕二に肩車されながら動物を指さしてはしゃぐ優奈は、子供らしい可愛さが詰まっていた。初めの約束通り、動物園の中にある売店でパンダの帽子を買ってあげると、ありがとうと嬉しそうにその場ですぐにかぶる。不安がすべてなくなったわけではないが、裕二と優奈と過ごす未来が少しだけ見えた一日になった。動物園に行った後も週に一度ほど3人で食事をしたり出かけたりする日々が続いた。私にも徐々に懐いてくれ、再婚の話を裕二が持ちかけた時には優奈も大賛成してくれたとのこと。そのまま私たちは無事結婚し、優奈と裕二と3人家族となる。3人での暮らしが始まってからも優奈のわがままは目についた。優奈はとにかく好き嫌いが多く偏食だ。そのため手作りしても食べてもらえないことがほとんどだった。裕二は今まで出来合いの惣菜を買うか外食していたとのこと。たまにならいいが、毎日惣菜や外食だとバランスも偏るだろうし、体にだって良くないだろう。私は何とかしなければと、優奈の嫌いな野菜を細かく刻み、わからないようにしたり工夫してバランスのいい食事が取れるように努めた。そして買い物へ行くと、少し目を離した隙に必ず迷子になったり、欲しいものがあるとその場から動かなくなってしまう。優奈と過ごすにあたり、これが一番困難な出来事だった。裕二が一緒に買い物に行ってくれればいいのだが、急な仕事が入ったりすると2人で行くしかない。小さい子供との接し方が手探り状態だった私は、最初は怒り方やなだめ方もわからない。だが優奈が望むままに欲しいものをすべて買うわけにはいかなかった。同じようなものは家にたくさんあるのだ。買ってもらえずスーパーに寝転びながら泣き叫ぶ優奈に、何度同じようにして泣いてしまいたいと思ったことか。
だが私なりに愛情と責任を持ってユーナの親になろうとひたすら寄り添い続けた。年齢が上がるにつれてわがままも少なくなり、徐々にいい親子関係を築いていけるように感じる。そして今では本当の娘だと思っているし、ユーナも同じように親だと思ってくれていると信じている。どのくらい昔のことを思い出していたのだろうか。ガチャという玄関を開ける音が響き、私は長い階層から意識を戻した。ユーナが帰ってきたのだ。ただいま、お腹すいた。ユーナは間延びした話し方をよくする。高校生に上がる頃、私はそれが気になり、ユーナにさりげなく注意したが、口調が治ることはなかった。ユージに相談してみたが、昔からの癖のようなものだという。今ではそれが特徴になり、私としてもその口調に愛着が湧くようになった。ユーナは就職に強い高校へと進学した。真面目に勉学と部活に励み、テニス部に所属していたが、キャプテンにまでなったほどだ。そして月日が経ち、そろそろ進路を決める時期となった。夕食時、ユーナに進路のことをそれとなく聞いてみると、就職に決めたという。私はユーナと家族になってから、将来大学進学する可能性も考え、ユージと資金を貯めたり、節約に励んでいた。なので、就職に進路を決めたと聞いて、少なからず驚いたのだ。ユーナ、やりたいことはないの？進学してもいいのよ。もちろん就職をしたいなら止めるつもりはないが、私たち両親に気を使って進学を諦めたのだとしたら、話し合う必要があると思ったのだ。進学はしないよ。パパは私が小さい頃男で一つで育ててくれたでしょ。早くその恩返しがしたいんだ。もちろんお母さんにもね。その言葉に私は胸が熱くなる。ユーナは本当に進学がしたいわけではなく、早く自立したい気持ちの方が大きいと話しているうちに分かった。そのため、私もユージもそれ以上進路について口を出すことはせず、家族思いの立派な娘に成長してくれたことを心から嬉しく思った。そしてユーナは高校を卒業し、決定していた地元の工場へと就職した。だが働き始めて3ヶ月が経った頃、仕事を休みがちになり、体調が悪いのかと心配したが、ユーナはそうではないという。そしてだんだんと休む回数が増え、ついには行かなくなってしまった。私はどうにか元気を出してほしくて、パートが休みの日は積極的に買い物やランチへ誘った。だがユーナはほとんど私の誘いに乗ることはない。夕飯の時は前と変わらない食事量だが、私がランチに誘う時は、食欲がないという理由で断られてしまう。さらに、ユージがいれば以前と変わりないが、なぜか私と二人きりだと口数が減っている気がした。私には言いにくいことなのだろうか。何か仕事で嫌なことでもあったのだろうか。部屋から出られなくなるほどのストレスを抱えているのだろうか。この7年間、血はつながっていなくても、親子としていい関係を築いていたと思っていたので、よそよそしい態度に動揺するばかりだ。心配は増すばかりだが、わずかに感じるユーナから私への拒絶に、あと一歩を踏み込むことがどうしてもできなかった。それでも心配な気持ちは消えないので、私はユージに最近のユーナの様子について相談した。すると、ユージには仕事を辞めたことを知らせていたようだ。私にはやはり言いにくい内容だったのか。胸が少しチクッといたんだが、ユージと私とでは過ごしてきた時間が違う。小さい頃から一緒の父親にまず相談するのは当然なのかもしれない。仕方ない、と自分に言い聞かせた。そしてユーナは次の職場も決まらないまま、一日中家にいるようになった。私はとうとう心配する気持ちが我慢できなくなり、部屋にいるユーナにドア越しに話しかける。ユーナ、どうしたの？何か悩み事があるなら相談してほしいな。心配だよ。大丈夫だから、今は一人にして。ユーナは私と家で二人きりの時は自分の部屋に引きこもるようになった。ユージが帰ってきたらリビングへ顔を出し、一緒に食事もとる。
私には辞めたことを教えてくれなかったが、どうやら父親のユージには話しているようだった。その事実に私はほんの少し悲しくなる。そんなギクシャクした関係が続いたある日、ユージの帰りがいつもより遅かった。ユーナは未だ部屋におり、私は夕食の並んだダイニングテーブルに座って夫の帰りを待つ。いつも残業があると必ず私に連絡をくれるのだ。その連絡もないまま、いつもの帰宅時間を1時間半過ぎようとしている。さすがに心配になり、仕事中かと思ったが、ユージに電話をかけようとしたその時、着信が鳴った。何か嫌な予感がしたが、鳴り響く着信音にせかされ、私は番号を見ないまま電話を取った。はい、私が妻ですが。え？夫が？電話は警察からだった。夫が仕事帰りの帰宅中、事故に遭ったという内容だった。私は全身から血の気が引く感じがして、うまく息ができなくなる。手に持っていたスマートフォンが床に落ち、その音を聞いたのか、ユーナが部屋から出てきた。ちょっと、どうしたの？大丈夫？座り込む私に異変を感じ、ユーナは顔を覗き込む。ユージ、お父さんが。え？パパが？何？どうしたの？私は電話の内容をユーナに伝えた。ユーナも顔から色が消え、私と同じように力なく床に座り込んだ。どのくらいの間、そうしていただろうか。まだ混乱は止まないが、動かないことには何も始まらない。一点を見つめ呆然としているユーナを優しく立たせ、私たちは病院へと向かった。病院に着き、変わり果てた夫と対面する。夫は信号無視のトラックにはねられ、即死だったそうだ。医師の話を聞きながら、私は他人事のように相槌を打つ。どうしても現実だと信じられなかった。信じたくない気持ちの方が大きいのかもしれない。ユーナは私以上に絶望し、何も考えられないという表情で、帰りの道中、一言も言葉を発さなかった。それもそのはずだ。ユーナは小さい頃から父親とずっと一緒に過ごし、父親であるユージが全てだったのだ。私の両親は健在なので、親を失う悲しみはわからない。だが、最愛の夫を亡くした身として、ユーナの気持ちに少しでも寄り添いたいし、孤独を感じさせたくないと強く思った。こんな時こそ、家族で力を合わせて前に進むべきではないのか。きっと夫もそれを望んでいるはず。だが、夫のいない家は、あまりに寂しく、虚しい。なんとか力を振り絞って親戚へ訃報の連絡をし、葬儀場の手続きをする。ユージの葬式が始まるまでの間、ユーナは私と必要最低限しか話をしなかった。食事もまともに取れず、葬儀場へ向かう直前まで部屋に引きこもっている。正規の亡くなってしまったユーナをどうにか葬儀場へ連れて行き、親族の席へ座らせた。私は来客の対応をしたり、葬儀場のスタッフと話をしなければならないので、ユーナのそばにずっといることはできない。幸い、ユージの親戚がユーナを気遣い話しかけていたので、私はそのまま任せることにした。そしてユージの葬儀が始まった。私はユーナの隣に座り、大丈夫と声をかけたが、ユーナから返事はない。心配の気持ちでユーナを見つめるが、私と目を合わせようとはしない。そうしていると、司会のスタッフが喪主の挨拶を案内し、私が喪主として立ち上がろうとした。すると、今までじっと動かなかったユーナが突然立ち上がり、マイクの前に立ったのだ。打ち合わせとまるで違う内容にスタッフも驚き、声をかけるが、そんなこと気にせず、ユーナはマイクを握った。娘のユーナです。皆さんにここで言っておきたいことがあります。喪主は妻である私だと思っている会場は、突然のユーナの発言に、どよめきが起こる。先ほどまで目を合わせなかったユーナとは打って変わって、私の目をまっすぐ睨んで指を指した。私のパパは、
この人のこと家政婦だとしか思っていませんでした。私だってあんたのことを母親だと思ったことなんて一度もない。慌てたスタッフがユーナからマイクを取り上げ、ユーナをなだめている。私は今ユーナが放った言葉が信じられず、何度も心の中で言葉を反復する。家政婦、母親なんて思ったことない。二つの言葉が頭の中でぐるぐると回る。どうして。私のつぶやくような声が聞こえたのか、ユーナは私を見てバカにしたように鼻で笑った。今まではずっとパパのためにあんたと仲いいふりをしていただけ。私にはパパさえいればよかった。あんたなんていらなかったんだよ。視界が歪む。今まで可愛らしいと思っていたユーナの間延びした口調がやけに不快で、両手で耳を塞いだ。現実を受け入れられなくて目もギュッとつむる。頭の中に浮かぶのは優しいユージの笑顔、そして幼い頃お母さんと呼んでくれたユーナの姿。初めてお母さんと呼んでくれたのはユージと入籍した日だった。市役所から家に帰るとユーナが待っててくれて、お母さんお帰りと恥ずかしそうに言ってくれたのだ。その時のことを思い出し、鼻の奥がツーンと痛む。あの時は嬉し涙を流したが、今流れる涙は別のものだ。ユーナは前から私のことを憎いと思っていたのだろうか。もうお母さんと呼んでくれないのだろうか。そんなことを考えていると、ユーナが再びスタッフからマイクを奪い返した。パパの遺産は全部私がもらうから、他人のあんたには一切渡さないよ。それから、私の前に二度と現れないでよね。会場の参列者は、父親を亡くした悲しみでおかしくなってしまったとユーナに同情したり、こんな場で非常識なと憤慨する人など場は騒然となった。ユーナは参列者にも取り押さえられ、会場の後ろへと連れて行かれた。夫であるユージを亡くし、たった今大切にしてきた娘も失おうとしている。そしてこれまでのユージとユーナと過ごした日々が走馬灯のように思い出された。長いようで、今思えば短く感じる3人で過ごした7年間。私はユーナと血のつながりこそないものの、誠心誠意向き合ってきたつもりだ。ユーナに対して愛情もあったが、悲しいことにユーナの心はもうこちらには向いていなかった。そして最後に夫が生前に私に伝えてくれたことを思い出し、ある決心をしてマイクの前に立った。皆様、お騒がせしてしまい申し訳ありません。ユージの妻のあゆみです。騒がしかった会場内も、私が言葉を発した途端、静かになる。そしてユーナは会場の後ろで親戚やスタッフに抑えられながらも、私と縁を切れ、財産は渡さないとずっと叫んでいる。ユーナ、あなたの言い分はわかりました。縁は切ります。そう言うとユーナの顔はパッと少し明るくなる。憎い私と縁を切って遺産も手に入るとなれば、ユーナの思い通りにことが進んでいるからだ。私はそんなユーナの反応にもずしんと心が重くなるのが感じられた。まだ心が追いついていないのだ。娘に拒絶される苦しみはこんなにつらいのか。強く生きるのよ。これから何があっても。そこまで言って、私はもう一度参列者に騒ぎを起こしてしまったことを謝罪し、本来の喪主の挨拶を行った。ユーナは落ち着く必要があると判断されたのか、スタッフに会場外へと連れて行かれるのが視界の端に映る。その後は滞りなく式は進み、式が終わると、私はスタッフや参列者一人一人に謝罪をした。ユーナとはあれから連絡を取っていない。私からも連絡はしていないが、ユーナとはまた顔を合わせることになるだろうと心のどこかで確信していた。そして夫の葬儀から数ヶ月の時が経った。私はあれから夫の遺族として手続きをすべて終え、
ひっそりと暮らしている。まだ悲しみからは立ち直れないが、一人でいると余計に気がめいるので、パートにも少しずつ復帰している途中だ。ユーナは私が出かけているうちに自分の荷物を持ち出したのか、いつの間にか服や靴がなくなっていた。夫の使っていた箸やお皿はまだしまう気になれず、私は名残がある部屋で夫がいた証を感じながら過ごしている。今日も4時間のパートを終え、マンションへ帰宅した。すると玄関の前にしばらく見ていないユーナの姿があった。ユーナは私に気がつくと、駆け寄って勢いよく詰め寄ってくる。ちょっと、話が違うんだけど。主語すら忘れてしまうほど、ユーナは焦っているようだった。私は優しく肩を押し、近所迷惑だからとりあえず家に入るように促す。ユーナは文句を言いながら家に入り、玄関を閉めると、再びぐっと私に近寄った。パパの遺産が入らないんだけど、どういうことなの？どうやら遺産がいつまで経っても手元に入らないことにうろたえているようだ。ユーナ、あなたはユージさんの本当の子供じゃないの。は？私の発した言葉にユーナは愕然とした表情を見せた。実はユーナはユージの前妻の連れ子で血はつながっていないのだ。私はユージに子供がいると紹介された時、この事実を知らされた。だが、ユーナの傷つく顔は見たくないし、血はつながっていなくても僕の大事な一人娘だから、というユージの願いもあって、私はユーナにこのことを黙っていた。じゃあ、本当のパパは別にいるってこと？いいえ。あなたのお母さんは未婚であなたを産んで、すぐにユージさんと結婚したの。だから戸籍上、あなたの父親はいないわ。ユージはユーナを男で一つで引き取った後も、ユーナを養子にはしなかった。それは戸籍上で親子になってしまうと、ユージが介護が必要となった時、必然的にユーナに負担がかかるのはかわいそうと思ったからだそう。突然衝撃的な真実を告白され、ユーナはとても動揺している。そんな、じゃあ遺産を相続できるのは。ユーナは私を信じられないと言った顔で見る。そして私が遺産を手にできると分かった瞬間、手のひらを返すように私にすり寄ってきた。そういえばお母さん、一人でいろいろ大変じゃない？私また戻ってお母さんのお世話とかするよ。あんなに嬉しかったはずのお母さんは、今はもう嬉しくない。私はすり寄ってくるユーナから離れた。あなた、私とはもう無関係じゃなかったの？自分でそう言ってたわよね。冷たい声でそう言うと、みるみる青ざめていき、そして私の足にまとわりつく。違う、あの時の言葉は本心じゃなくて。本人はそうごまかすが、私にはあれがユーナの本音にしか思えなかった。足元で媚びを売るように近寄り、取り入ろうとするユーナを見下ろし、かぶりを振る。すると慌てながら別の案を提案してきた。じゃあさ、遺産を少し分けてくれない？ちょっと遊びすぎちゃってさ、お金が必要なんだ。ユーナの呼吸は荒く、気温は大して暑くないのに汗をびっしょりとかいている。それだけ心が乱れているのが見てわかった。仕事も辞め、再就職もしておらず、遺産が手に入るからと遊び回っていたため、資金はほとんどないのだろう。だが、助けようという気持ちにはなれなかった。私はユージが生前、ある頼み事をしてきた時のことを思い出す。あれはユーナがまだ働いていた頃、たまたまユージと私の休みが重なり、久しぶりに二人きりでランチに出かけたのだ。そこは結婚前よく二人で訪れていたイタリアンの店で、私たち二人にとって思い出の場所だった。結婚後はユーナが好き嫌いが多かったこともあり、店に来るのは随分と久しぶりだ。私たちは外の景色が見える席に案内された。店内はあまり変わっていないが、メニューにはだいぶ変化があったように感じる。だが、私とユージがいつも頼んでいたセットが変わらず乗っていたのを嬉しく思い、私はパスタを、ユージはピザを注文した。注文したものが届き、
夫とお互いの注文したものをシェアしながら食べ進めていく。そして食後に頼んだコーヒーを飲みながら人が行き交う外の景色を眺める。見上げると雲一つない青空が広がっており、窓こそ開いていないものの私は開放的な気持ちになる。そうしていると目の前に座るユージが話しかけてきた。久しぶりだったけど相変わらずいい店だよな。そうね、ユーナも食べれそうなメニューも新しく出てるし、今度また3人で来ましょう。私がそう言うとユージはとても嬉しそうにうなずいた。あゆみがユーナと仲良くしてくれて本当に感謝しているよ。ユーナはわがままなところがあるけど、僕の大切な一人娘だからね。うんうんと相槌を打つ。長く2人を見れば見るほどユージはユーナを本当に大切にしていることがわかる。血のつながりさえも超えた愛というものをいつもユージからはひしひしと感じられ、そこもユージの魅力的な部分だった。これから先誰がどうなるかわからない。もし僕に何かあった時はどうかユーナを助けてやってほしい。お願いできるかな。改まってお願いされたことに私は変な違和感を感じる。急にどうしたの？まさかどこか悪いの？何かの病気が判明したのかと思ったが、どうやらそうではないらしい。歩みを見てたらなぜか伝えたくなっただけだよと優しげな笑顔で笑った。もちろん私一人でもユーナを立派な大人に育てるから安心して。ユージは私に感謝を述べた後、少し厳しい顔つきをした。でもね、もしユーナが君を見下すような悪い大人になっていたり、君の許せないことをしたら、その時は容赦なくユーナに厳しくしてほしいんだ。きっとそれがユージの親としての愛情であり覚悟なのだろう。そんなことにはなってほしくないが、私はそのユージの言葉にうなずいた。私は思い出から意識を戻し、まだ足にすがりつくユーナを見る。ユーナはいつの間にか涙目になっており、お金を分けてほしいと変わらず懇願している。葬式の時、ユージは私のことを家政婦としか見ていないと言っていたが、私にはどうしてもそうは思えなかった。それは私とユージの間に揺るがない愛があるからで、それにきっとユーナは気づいていなかったのだろう。ちょっと、ねえ、聞いてるの？お金は分けてくれるんでしょうね。私だってパパの娘だったんだから。どんどん私の足を伝うようにして這い上がってくる。私は足を動かし、ユーナを振り払った。私言ったわよね。何があっても強く生きてねって。何があっても、よ。最後の部分をわざと強調して言い、そのまま強引に正せる。ユーナは青ざめた顔で口をパクパクとさせているが、私は腕を引き、玄関の外へと追いやった。そして私物をまとめておいた紙袋を4つ、呆然とするユーナの前に置く。追い出されることが予想外だったのか、ポカンとしたままこちらを見るが、私は構わないというように勢いよく扉を閉めた。あれから半年が経った。最初の方こそユーナは何度かうちに来ていたが、私は一切相手にしなかった。顔を合わせても相手にされないことに怒りを感じたユーナは、家の前に泥を置いたり、無視するな、話を聞けなどという郵便物を投函したりなどの迷惑行為を行ってくるようになる。私がたまたま嫌がらせの場面に遭遇したとき、焦りながら必死にごまかしていた。だが私は呆れ果てた目でユーナを見て、次やれば警察に通報しますと言い放つ。その反応に諦めがついたのか、いつしかユーナが来ることもなくなった。ユーナは生活費すら工面できないほどお金に困っているようで、借金もしているとユージの親戚から聞いた。遺産は私の手元に入り十分なお金があるが、私はパートを辞めずに働いている。ユージの残してくれたお金はいざという時に使おうと思い、1円も手をつけていない。贅沢な暮らしはしていないが、私には十分だった。私はユージの仏壇の花を変えながら、これからはユージとの思い出を胸に穏やかな暮らしができるようにと
手を合わせた。